小虎くん、この企画は何？時間がなかったのはわかるけど、やっつけ仕事なのが見え見えじゃない。すみません。俺は小虎英二、しがない会社員だ。この女性は瀬田石塚さん。俺が所属する部署で課長を務めている。つまり、俺の上司だ。俺より少し年上の瀬田課長は、まさに絵に描いたようなキャリアウーマンだ。厳しいことで他部署にまで名を知られている瀬田課長だが、うちの課ではそこまで嫌われていない。というか、むしろ下の人間からは慕われている。小虎君には、今進めているプロジェクトに関する外部交渉もやってもらっているから、大変なのはわかるけど。それはそれ、これはこれ。そうよね。はい、すぐにやり直します。お願いね。期待してるわ。うん。厳しいことには違いはないのだが、とても公正なのだ。しかも自分に対して一番厳しい。誰よりも努力し苦労しているのをみんなが知っているからこそ、厳しいことを言われても納得できてしまう。よし、やるぞ。はい、小虎です。あ、お世話になっております。はい。今晩ですか？いえ、大丈夫です。お供します。はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。もしかして、三毛商事の？はい、専務さんです。この間、お酒の話で盛り上がっちゃって、今度飲みに行きましょうって話をしていたんです。社交辞令だと思っていたんですけど。大事な交渉相手のお偉いさんが相手じゃ、企画書をすっぽかすな、とは言えないわね。くれぐれも粗相のないようにね。はい。ああ、でも、企画書もちゃんとやりますんで。当たり前です。お先です。いやー、心配ですね、課長。企業のお偉いさんが取引先の若手を連れていく店って、きっと綺麗なお姉さんとかもいるんでしょうしね。私は別に、そんなこと。別に隠さなくてもいいですって。でも、もう少し積極的にアプローチした方がいいと思うんですよね。まあ、強引に押しすぎると、パワハラセクハラ言われちゃうのがご時世的にも難しいっすけどね。何の話をしているの？隠すならもっとうまく隠してくださいよ。大丈夫。俺らは課長の味方っすよ。応援しますから。翌日。おはようございます。おはよう、小虎くん。昨夜はどうだったの？昨夜？ああ、三毛商事の専務さんとの飲みの話ですか？ええ。もし仕事の話が出たのなら、共有しておくべきでしょ？それはそうですね。でも、重要な話は別に出ませんでしたよ。まあ、ちょこっと愚痴みたいな話題は出ましたけど。あとは専務の娘さんの話とか、野球の話とか。そう。それならいいんだけど。まあ仲良くしてパイプ役をやってもらえるなら助かるわ。娘さんの話？昼休み。娘さんの話っての気になりますね。あちらの専務の娘さんって何歳でしたっけ？もしかして縁談とか？まさか。三毛商事、歴史ありますからね。仕事関係の相手を婚姻で取り込むとか、そういう古い習慣も残っていそうじゃないですか。直々に専務が声をかけて飲みに誘うなんて、相当気に入られてる証拠だからな。仕事は関係なくても娘を紹介するとかはあるんじゃないですかね。はい、小虎です。お疲れ様です。今夜もですか？ええ、大丈夫ですけど。あのお店相当お気に召したんですね。まさみちゃんが可愛かったって。お若いですね。はい、では後ほど。お先です。これはキャバ嬢かホステスか、女の子がたくさんいるお店に行ったと考えて良さそうですね。そう疑える会話ではあったな。まあ取引先のお偉いさんに誘われてのことだから、半分仕事ではあるけども、断るわけにもいかないし。男の人ってみんなそう。そうやって言い訳して、危機としてそういうお店に行くんだから。そりゃそうよ。仕事でいかにはならんとなれば、俺だって大喜びするわ。ああ、羨ましい。開き直るし。
なんだよ、女だってホストクラブに行ったりするだろう。課長、ちょっと頑張ってみません？私たち協力しますけど。え、そういうことなら実はアイデアがありますね。一体何を。まあまあ任せといてくださいよ。数日後。え、打ち上げ。そうそう、ほらちょっと時間が経っちゃったけど、先月に一つ大きな案件が片付いただろう。その慰労会をやろうって課長に打診しててさ。なるほど、かなりうまくいった案件だったからな。課長が掛け合ってくれたおかげで、上から経費で飲み会やっていいってお墨付きが出たんだよ。まあ限度額を聞いたらもうちっとくれよと思ったけどな。そりゃ珍しいね。だろ、そういうわけだから予定開けといてくれよな。了解。で、場所は？それは今探してるんだが、なかなか決まらなくてな。最悪、課長が自宅を貸してくれるってさ。え、そんなことある？もう、酒取り折りと場所さえ用意できればいいわけだしな。まあ、了解。この時は、それは最悪の場合であり、飲み会の場所くらいは見つかるだろうと思っていた。うちの部署は人数も多くないし、条件的には難しくないはずだ。まさか本当に課長の家でやることになるとは。ここか。どうぞ。いらっしゃい。変かしら。 いえ、すごく似合ってると思いますけど。よかった、さあ入って。 はい。琴羅くんがよく呼ばれているお店の料理がどんなものかわからなかったから、いろいろ作ってみたんだけど、 どうかしら。これ全部課長が作ったんですか？どれもそんなに手間がかかる料理ではないわよ。さあ座って。はあ。ところで他の人たちは？すまん、俺たちは行けなくなったから、あとよろしく。は？人には予定を空けとけって言っておきながら。ってことはまさか俺と課長だけで飲み会をやれと。いや、もしかしてこれ。他の人たちは来られなくなったそうよ。みたいっすね。やっぱりこれは仕組まれたな。来られなかった人たちは仕方ないわ。私たちだけでも飲みましょう。はい。ところで、その最近先方の専務さんによく誘われているけど、もしかして娘さんと縁談とかそんな話になっているの？え？ええ、専務の娘さんには婚約者がいますよ。次の春に式を挙げるそうで、父親としてもいろいろ愚痴があるみたいで、それを聞かされているんですよ。そうなのね。ああ、よかったらお料理も食べて。はい、いただきます。うまっ。本当に？よかった。琴羅くんが言っている女の子がたくさんいるお店の味に負けていないといいんだけど。女の子のいるお店？キャバクラとかのことですか？俺その手の店には行かないですけど、そういう店こんなにちゃんとしたフードは置いてないと思いますよ。そうなの？聞いた話ですけど、基本は乾き物のお菓子とか、ちょっとした漬物とか生ハムとか、簡単な食べ物ばかりだそうですよ。しかもかなり割高で、基本的にはそういうのは女の子にねだられない限り頼まないとか。なるほど。ん？行かない？専務さんとはそういう店に行っていたんでしょ？いや、あの専務さんも俺も日本酒党なんですよ。で、日本酒の品揃えがいい居酒屋があるからって言うんで通ってたんです。老夫婦がパートを 2,3 人雇って回してる程度の小さいお店ですよ。じゃあ専務さんが気に入った子っていうのは？パートのおばちゃんっすね。かなり個性的な人で、酒にも魚にも詳しいんで話が面白いんですよ。あ、なんだ、まるっきり一人相撲でバカみたいじゃない。笑ってちょうだい。勝手に勘違いして不安になって嫉妬して部下に乗せられてこんな真似までする始末だもの。これもう告白されてるのと一緒だよな。ああ、もしかしてそのドレスキャバ嬢のつもりだったんですか？琴羅くんにしてみればいい迷惑よね。恋人でもない女に飲みに行くたびに嫉妬されて、騙されてこんな茶番に付き合わされて。いや、まあキャバクラ行ったわけでもないのに嫉妬されるのはちょっと面倒だなとは思いますけど、お店に張り合って頑張ってくれたりするのは可愛いって思いますよ。は？とりあえず飲みましょうよ。
せっかく課長がいろいろ用意してくれたんですし、誤解も解けたみたいですし。ああ、そうね。ありがとう。日本酒が好きだと知っていれば、お酒も料理もそっちで用意したのに。じゃあ次は和食でお願いします。え、また来てくれるの？課長みたいな美人が自分のためにお酒や料理を用意してくれるなら、そりゃ喜んでお邪魔しますよ。そうか。もう一度乾杯しようか。何に対しての乾杯です？次の約束に。後日。ああ、なるほど、わかりました。伝えてみますね。課長、三毛商事の専務に課長との馴れ初めを話したら、だったら恋人も一緒に連れてきてはどうか。居酒屋風の料理を振る舞うにしても実地で味わってみた方がいいのではって言われたんですけど、どうします？付き合い始めてからもちょっとしたことですぐ顔を赤くする課長は可愛いなと思う。というわけで、将来的にもしかしたら先方の専務さんに仲人を頼むことになりそうだななんて思ったりしたのでした。